天海莉子です。アーリンです。桜井瑞希です。エッグのキーリップとエリプとミセリです。今日はエッグとアゲハでコラボして接客バトルをしたいと思います。イエーイ。ということでお客さん役でエッグのメンズモデルのハリュウくん、お願いします。エッグのハリュウです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということでルール説明をします。私たちアゲハチームとエッグチームが5分間ずつで接客勝負をして、良かった方をハリュウくんが決めて3本勝負で対決したいと思います。はい、イエーイ。こういうだから負けちゃいけない感はあるよね。プレッシャーがやばい。プレッシャーがプレッシャーでコミッションになっちゃうわ。逆にね。最初の対決はアーリンとミセリでいきたいと思います。よーい、スタート。すいません、お邪魔します。アーリンです。はじめまして、ハリュウです。ハリュウさん、はい、お願いします。お願いします。え、いくつですか？今、22です。あ、22。今年23年ですね。あ、じゃあ一緒です。あ、一緒なんです。よかった。やりやすい、やりやすい、やりやすい。ほっとします。ちょっと待って、緊張する。写真とか趣味とか、なんかアパレルで働いてそうですね。アパレルでも好きです。あ、本当ですか？アパレルやったことないですけど、アパレルは好きです。本当ですか？どこ出身ですか？福岡です。あ、福岡なんだ。はい、自分名古屋なんですよ。あ、そうなんですか？名古屋ひつまぶし食べたい。あ、ひつまぶしめちゃめちゃ美味しいですよ。でしょう、でしょう。私の好きなやついっぱいある。いや、じゃあ今度ぜひ行きましょう一緒に。え、じゃあおごってくれるなら。あ、行きましょう行きましょう。ぜひぜひ。全然ね、楽しく生きてます。楽しいですよね、こうやってお酒飲んでワイワイできる。そうです。でもちょっとコミュ障だから、はい、もっと飲みます。あ、ぜひ。全然さすがせん。何にやってそうみたいな。あ、え、高校時代、はい、え、部活してたんですか？部活バリバリやってました。え、サッカー？サッカーじゃないです。陸上じゃない？陸上ではないですね。ちなみに、あ、もう足とか自分結構太いんですよ、こう見えて。本当ですか？いいですね。こう自分ずっと野球やってて。あ、野球なんですね。小学1年生から高校3年生までずっと野球やってて。でも野球やってた男の人めっちゃ好きです。本当ですか？なんか男って感じ。え、ちなみにどこに見ます、ポジション？え、ポジション？でも足、なんか走る系。走る系？走る系。まあ、は、練習も毎日走ってる。そっか、そうですよね。一番続いてることがキャバクラかもしれないです。あ、でもそれはいいことですね、本当に。そうですね。でもコミュ障を直すためにずっといるのもある。うわ、これかなりきつい。きついな、ちょっと汗めっちゃかいちゃった。トップバッターだし、コミュ障すぎて、しかも取られてるし。やばい、お客さん来なくなっちゃうかもしれない。本当ね、仕事に支障がね。そうですね。よーい、スタート。はじめまして、はじめまして、こんにちは。ハリーです、よろしくお願いします。ミセリです、よろしくお願いします。ミセリちゃん。ミセリです。いや、全然自分キャバクラとかあんま行ったことないんですよ。あ、そうなんですか？接客とか全然受けたことないんで。そうなんや。緊張しますかね。なんかかっこいいから、なんか、いやいや、本当にめっちゃ人気なりそうですね。逆に自分が営業した方がいいですか、これ？あ、そうですね。そっち側なんですよ、自分。え、あれですか、なんか美容師とかやってるんですか？はい、いや、美容師全然携わったことないです。ないですか？なんか髪の毛とかセットとかうまいですよね。いや、それはもうありがとうございます。いやいやいや、髪の毛とか頑張ってます。すごい、かっこよく見せるために。ちょっと似てますね。あ、確かに似てるわ。似てる、おそろってじゃん。え、ちょっと似てますよね。似てる、かわいい。髪の毛に合わせてドレスもちょっと、あ、確かに赤っぽくしたんですよ。あ、いい、似合ってる。かわいいよ、似合ってる。ありがとうございます。え、なんか趣味とかあるんですか？趣味は、あの、フールとか、ネットフリックみたいな。え、韓国ドラマ興味ないですか？韓国ドラマはね、イテオンクラスとか。え、愛の不時着知らないですか？あ、愛の不時着。え、知ってます？あれはマジ泣ける。ですよね。かなり泣ける。え、やった、知ってるんや。え、あれマジ感動する。あの、なんだっけ、僕の世界の終わりにみたいな。見ました。中条あやみと、さんと竹内涼真。それやばくない？え、なんか、あ、終わった。え、やった、早かった。結構普通に話せた気がする。やった。
はい、じゃあ1回目の対決が終わったんですけど、いやかなりこれはね決まってる、もう決まってもらっても、ちょっと気まずすぎる、さすがに、うん、決まってる、決まってる、決まってる、ディジェリさん、イエーイ。なんか普通に会話しててなんか面白かったっていうのであればリセリちゃんだったかなみたいなって思いました。はい、あ、嬉しい。続いて2試合目は私みずきとエリピちゃんで試合していきたいと思います。お願いします。お願いします。エリピちゃんはお話し上手ですか？いや、そうでもないですね。そうでもないですか？なんか企んでるな、これ。いや、そうでもないです。話し上手だと思う。あ、そうなんだ。すごい、なんかトーク力すごいあります。あ、そうなんですね。ちょっと負けそうな予感がしますけど、やっていきたいと思います。はい、よーい、スタート。はじめまして。お邪魔します。お邪魔します。めっちゃすごい天使戦。かなり緊張しますね、これ。あ、かなり緊張しますよね。はい、確かに。あんま全然こういうとこ来ないんで。あ、そうなんですか？全然。お酒普段飲みますか？お酒は飲みます。あ、飲みますか？はい、バーとか居酒屋とか。そうです、バーが多いですかね、基本的に。あ、そうなんだ。おしゃれですね。はい、いやいや、そんなことは全然ありません。本当ですか？ありません、ね。ありません。鬼も緊張してる。結構本当飲むんですよ。お酒？かなり。あ、そうなんですか？自分、一番あの黒ラベルが好きです。あ、強い。札幌黒ラベル。パーフェクトラベルが一番好きなの。あ、マジで、めっちゃビール通だ、この人。かなり、黒ラベルの、その、まあなんか美味し、うん、泡とか、まあ上品。あ、さらに、ワンランク上みたいな。そう、かなり。パーフェクトラベルってやつ。ビール多いですか？ビール多いですか？それも最初だけですかね、ビールは。うん、わかる、一杯目のね。ウイスキーとか多いです。ウイスキーも飲むんですか？ウイスキー。お酒めっちゃ強いね。いやいや、全然全然。本当に。女の子のタイプってありますか？女の子のタイプですか？うん。笑顔が本当に最高な子がいい。なんか何食べてもなんか、うん、美味しいみたいな。いいね、いい。絶対低い。カロリーミットの CM みたいな。かなり。食べて笑顔してくれる子でしょ？最高。確かに。でも結構料理とかも作るんで。そうなんだ。作ってあげて、喜んでくれたらもう最高にいいですよね。何作る？ご飯。一番はオムライスがいたんです。洋食的に作るんですけど、めっちゃ好きなんだけど、オムライスが個人的に本当自分が作るオムライス好きなんですよ。なんか味にこだわりあるのか。そう、なんかバターライスにして、バターライスのデミグラス。最高すぎる。それは最高すぎる。作ったことないから、それで思うだけで絶対作らないと。マジで普通に簡単ですね。そう、終わった。早いね。早っ。一瞬今ひょろひょろする。でもすごい硬いですよ。硬い。一番硬いです。あ、ちょっともういいよ。もう勝負しなくていいですよ。接客勝負対決は今回、コラボしてくださったエッグのモデルの皆さんも、発売されてる、雑誌のアゲハに出てくださっているので、そちらもチェックお願いいたします。お願いします。この動画がいいと思ったらチャンネル登録とグッドボタン、コメントお願いします。お願いします。